委員会の活動状況についてご説明申し上げます第一に原子力規制行政に対する信頼の確保に向けた取り組みについて申し上げます原子力規制委員会は原子力利用に対する確かな規制を通じて人と環境を守るという使命を果たすため科学的技術的見地から公正中立にかつ独立して意思決定を行うこと その際多様な意見を聞くことによって、独善的にならないように留意すること、形式審議を廃止、現場を重視する姿勢を貫き、真に実行ある規制を追求すること、規制に関わる情報の開示を徹底し、透明性を確保すること等を組織理念として、さまざまな政策課題に取り組んでおります。 例えば、九州電力・仙台原子力発電所の原子炉設置変更許可後には、鹿児島県内の市長で開催された住民説明会に出席し、審査結果の説明を行いました。また、安全性向上に関する取り組みの促進等を図るため、昨年10月以降、九州電力を皮切りに、これまでに合計6社の原子力事業者の 経営責任者と意見交換を行いました。このほか原子力委員会は原子力規制の向上のため <laughs>。ししたこのほか原子力委員会原子力規制委員会は原子力規制向上のため。国際原子力機関。 等の各種委員会に参加するとともに、iaea、e、の総合規制評価サービスの受け入れを進めています。また、国際原子力規制会議、日中間上級規制者会合等へ参加し、さらに国際アドバイザーとの意見交換,を等,交換等を通して、通じ原子力規制に関する経験や知見を積極的に取り入れるよう努めています。努めております。 第2に原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ制定された新しい規制基準への適合性審査については、これまで発電用原子炉については11の事業者から24基の原子炉に係る申請が、核燃料施設等については8つの事業者から 19の施設に係る申請が出されてておおりり順次審査を進めておりますこのうち九州電力仙台原子力発電所1号炉、2号炉に対しては昨年9月10日付で設置変更許可を行うとともに3月18日付で1号炉にかかる工事計画を認可し使用前検査を開始いたしましたまた。 関西電力高浜発電所3号路、4号路に対しては、2月12日付で設置変更許可を行いました。引き続き、これらの原子炉に関する審査、検査を進めております。また、旧原子力安全保安院での検討において、発電所敷地内の発災体の追加調査が必要とされた発電所について、 関係学会から推薦を受けた有識者で構成する会合を開催し、現地調査と評価を実施しています。第三に、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みの監視に監視等について申し上げます。原子力規制委員会としては、福島第一原子力発電所の早期かつ安全な廃炉や汚染水対策の実施に向け 規制当局としての立場から積極的な監視指導を行うとともに、周辺地域のモニタリングに取り組んでおります。引き続き、東京電力の対応状況について、必要な指導や助言を行ってまいります。また、安全上の観点からの優先順位を明確にし、完了した処、うん、置と引き続き対策が必要な処置が分かるようにするための、 中期的リスクの低減目標マップ平成27年2月版を決定いたしました。今後、当該マップを定期的に見直し、目標の達成状況の評価を行います。第4に原子力の安全確保に向けた技,技術・人材の基盤の構築について申し上げます。原子力規制委員会では、世界で最も高いレベルの 原子力規制を実現するため、科学的・技術的知見を蓄積していくこととしており、国内外の研究機関と連携した安全研究を実施しています。また、実行ある原子力規制を遂行するため、新規採用に加えて実務経験者の採用を随時実施するとともに、原子力規制委員会職員の人材育成の基本方針を 昨年6月に決定し、職員の力量向上に向け、知識管理、技術伝承の取り組みや、研修用プラントシミュレーターの整備等を開始いたしました。第5に、核セキュリティ対策の強化について申し上げます。原子力規制委員会は、本年1月、自らの核セキュリティ文化の醸成のための活動に関する行動指針を決定しました。 今後この指針に基づき行動することにより我が国の核セキュリティ文化の情勢に寄与してまいりますまた国際的要請への対応として本年2月 IAEA 国際核物質防護諮問サービス iPAS ミッションを受け入れました今後示される正式報告書の勧告事項や助言事項について適切な措置を講じます 最後に原子力災害対策および放射線モニタリングの充実について申し上げます。原子力規制委員会では平成24年、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策指針を策定し、その充実に努めており、昨年10月以降、東京電力福島第一原子力発電所にかかる 原子力災害対策等について検討を行い、当該指針を改正することとしました。また、地方放射線モニタリング対策官事務所の新設等により、緊急時モニタリング体制の充実強化を行うとともに、福島第一原子力発電所事故後の対応として、総合モニタリング計画に基づき、福島県を中心に陸域、海域の放射線モニタリングを 着実に実にに施しし国内外に分かりやすすく情報提供しています以上、原子力規制委員会の活動状況についてご説明いたしました。我が国の原子力規制に対する信頼の回復は未だだ道半ばにあります。原子力規制委員会では与えられた職責を踏まえ、真の安全文化を構築し、 原子力利用の安全が確実に担保されるよう、今後とも努力してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。えー、以上で説明の聴取は終わりました。本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でございました。うん